シンガー製足踏み式、ミシンシンガーは、ミシン製造会社。1851年、アメリカ合衆国有生まれのアイザック・メリットシンガーが、ニューヨークの法律家エドワード・シー・クラークと共に、IM シンガー &CEO として創業した。1865年にシンガーマニュファクチャリング、カンパニーに、改称。1963年にザ・シンガー・カンパニーに、改称した。 もともとはすべての製造をニューヨーク市内の工場で行っていた。現在の本拠地はナッシュビル近郊のラバーグにある。1911年3月から4月にかけてクライドバンクにあったシンガー最大の工場で12名の女性工員が製造工程の再編成に抗議したために辞めさせられたのを契機として1万1000人の従業員がストライキを決行した。ストライキ終結後、 シンガーは、ストライキのリーダーらや、組合員を含む400名の従業員を解雇した。その中には、後に1920年から1922年に、かけてイギリス共産党の初代議長を務めたアーサー、マクマナスがいた。第二次世界大戦中、シンガーは、各国政府と兵器製造の契約を結んだため、ミシンの製造を停止した。アメリカ国内の工場は、 アメリカ軍向けに、ノルデン爆撃小純機 M1 ガーランドライフル M1911 拳銃などを供給し、ドイツ国内の工場はナチスに兵器を供給した。1939年、アメリカ政府は M1911A1 拳銃の製造計画と原材料の見積もりを行うため、シンガーに対して生産研究を命じた。1940年4月17日には、 シリアル番号ナンバー S80 万 1S80 万500の500兆の教育的注文を行った。教育的注文とは、武器製造の経験のない会社が一から生産設備を立ち上げ、武器を製造できるようにするために、米国軍受品委員会が設定したプログラムである。500兆を政府に納入した後、経営陣は、同社の専門知識は、大砲や、 爆撃照準器に向いていると結論付けた。拳銃製造設備はレミントンランドに移され、一部はイサカガンカンパニーに移された。このためシンガー製の拳銃は500丁しかなく、コレクターが高値で取引している。状態の良いものは2万5千ドルから6万ドルで売買されている。オークションで8万ドルの高値をつけたこともある。1960年代になると、シンガーは、 様々な企業を買収し、多角化に乗り出した。1965年、電卓製造会社フリードン。1966年、パッカード・ベルエレクトロニクス。1968年、ゼネラルプレシジョン・エキップメント・コーポレーションを買収。グップの参加には、リーブラスコープとザ・キーファット・カンパニー、インクがあった。1987年、キーファットを分離して、 キーファットガイダンスナビコーポレーションとし、1988年にアストラノーティックスコーポレーションオブアメリカに売却した。1990年には電子システム部門を GEC マルコーニに売却。GEC マルコーニは後にマルコーニエレクトロニックシステムズと解消し、さらにはベイシステムズの母体の一部となった。また、ミシン部門は1989年に セミ、テックマイケロレクトラーニックスというトロントの会社に売却された。現在、シンガーは電子式ミシンなど各種民生品を製造している。2004年、レバレッジドバイアウトを専門とする資産運用企業、コールバーグカンパニーがシンガーを買収し、2006年に他のミシン製造企業と合併させ SVP ワールドワイドを創設した。したがってシンガーは、 SVP ワールドワイドの一部となっており、同社の参加には他にパーフとハスクバーナバイキングというブランドもある。競合企業としては、ブラザー工業、愛心世紀、ネッチ E&R クラシックソーイングマシーンズなどがある。シンガービル建築家、エルネスト・フラグがシンガーの本社ビルとして設計した、シンガービルは1906年竣工し、当時世界一高いビルとなった。また、 スコットランドのクライドバンクで1885年、創業開始したシンガーの工場には、当時世界一の大きさの時計があった。なお、クライドバンクには、工場のための駅として、シンガーレイルウェイステーションが作られ、現存している。また、1902年から1904年に、ロシア支社の本社ビルとして、 サンクトペテルブルクのネフスキー大通りに建設されたシンガーハウスも有名である。建築家、パーベルスーザーの設計で火山聖堂の向かいでアールヌーボー様式の美しい姿を見せており、ロシアの文化遺産となっている。ありがとうございます。